第19章大きな鳥の湖野鴨のヤ郎ローベッテルン湖の東岸にはオムベルイ山がそびえていますそのオムベルイ山の東にはダーグスモッセがありさらにダーグスモッセの東にはトーケルン湖があります そしてトーケルンコの周りには大きなエステルイエタ平野が広々と広がっていますトーケルンコは大きな美しい湖ですけれども昔はもっと大きかったに違いありませんそのころの人たちはこの湖が超えた豊かな平野を 大きくせんりょうしているのでその水を干してしまってそこにはたけをつくろうとしましたしかしみんなのかんがえていたように湖ぜんぶをうまく干してしまうことはできませんでしたそのためにいまでもこんなに大きいのですしかし 湖の水を干そうとしてからはずっと浅くなって今では2メートル以上の深さのところはほとんどありません岸辺は沼地のようにドロドロしていますし湖の中には泥の小じまがあっちにもこっちにも水面に顔を出していますさて この湖には足だけ水の中に入れて、頭と銅を水の表に突き出したがっているものがあります。それは足です。しかも浅くて長く続いている。この峠うん。この岸辺と泥の小島の周りぐらい足が生えるのにもってこいの場所はないのです。 足は人間の背よりも高くびっしりと生い茂るものですから小舟でさえもその中に分け入ることはできません。この湖の周りにも緑の足が広い柿をつくっているために人間は足を刈り取ったごくわずかのところにしか近づくことができないのです。 足は人間を寄せつけない代わりに他のたくさんの生き物にとっては絶好の隠れ場所となるのです足の間には静かな緑の水をたたえた小さな池や掘割がありますそこには浮草やヒルムシロがはびこりますしボウフラや魚の子や、 お玉じゃくしなどがうじゃうじじゃゃと帰ります。そしてこういう小さい池や掘割りに沿っては水鳥たちが敵に襲われたり食べ物に不自由する心配もなく安心して卵を返したりヒナを育てたりすることのできるところがたくさんあるのです。 この足の間には信じられないほどたくさんの鳥が住んでいます。しかもそこが素晴らしい住処だということが知れ渡ってしまいましたので、年々その数は増えるばかりです。最初にここに住み着いたのはノガモでしたが、今でもまだ育せんばも住んでいます。 しかしもう湖全部を一人で占領しているわけにはいきません白鳥やもぐり鳥やクロガモやアビや灰白ガモやそのほかたくさんの鳥に領地を分けてやらなければならなくなりましたトオけルンコはたしかに スウェーデン中でも一番大きな一番素晴らしい鳥の湖です。ですから鳥たちはこういう隠れ場所を持っていられる間は身の幸せを喜ばなければなりません。しかしこれから先どのくらいの間この足と泥の騎士道を鳥たちが自分のものとしていられるかは ちょっと見当がつきませんなぜなら人間はこの湖が越えた豊かな平野の大きな部分に広がっていることを忘れてはいないからです。それどころか人間の間にはまたこの湖の水を干装うかという相談が時折持ち上がっているのです。 もしこの計画が実行されることになりますとイクセンという水鳥がここから立ちのかなければならないことになるでしょうニルス・ホルゲルソンがガンの仲間と一緒に旅をしていた頃このトーケルンコにヤッローという名前のノガモが住んでいましたヤンローはまだ 夏と秋と冬としか過ごしたことのない若い鳥でしたですから今度初めて春を迎えたわけでしたそしてつい最近北アフリカから帰ってきたばかりでしたヤンローがトーケルンコに帰ってきた頃はまだ湖の上には氷が張っていました ゆうがたヤッローはほかのわかいカモたちといっしょにみずうみのうえをあっちこっちとびまわってあそんでいました。と突然とつぜんヒュッと2はつのたまがとんできてヤッローのむねにあたりました。ヤッローは「もうダメだ」だとはおもいましたがカリウドにつかまらないように しびました。どこへというあてはありませんがただ遠くへ遠くへと飛んでいきましただんだん力が弱ってもうこれ以上飛ぶことができなくなった時には遠けるんこの上を過ぎて湖のほとりにある大きな農家の上に来ていました。そして、 とうとうつかれはててその農家のいりぐちのまえにおちてしまいましたまもなくひとりのさくおとこがでてきましたおとこはやんろうをみるとつかつかとやってきていきなりやんろうをつかまえましたしかしやんろうのみになってみれば ひとりでしずかにしにたいのです。そこでなんとかしてのがれようと最後の力をふりしぼって咲く男の指にかみつきました。ヤッローはにげることはできませんでしたが暴れたおかげで咲く男はヤッローがまだしんでいないことにきがつきました。 それでそっとかかえていえのなかにはいりおかみさんにみせましたおかみさんはしんせつそうなかおをしたわかいひとでしたそしてすぐにさくおとこからやんろをうけとってせなかをさすってやったりくびのけからながれおちるちをふいてやったりしました それからじっとヤンロを眺めました。見れば頭は小緑色につやつやしていて首筋は白く背中は赤褐色で翼は青く実に美しい鳥です。でおかみさんはこのまま死なしてしまうのは惜しいと思いました。そこで さっそく鳥かごを直して、ヤンローをその中に入れてやりました。ヤンローはひっきりなしに羽をバタバタやっては逃げようとしました。しかし、人間に自分を殺すつもりがないことがわかりましたので、安心してかごの中でじっとしていました。今は、 傷の痛みと出血のために疲れきっていることが自分でもよくわかりました。おかみさんはかごを炉端に持っていきましたが、それを下ろしたときには、ヤンローはもう目を閉じて眠っていました。しばらくすると、ヤンローは誰かにそっとつつかれて、 目を覚ましあいたとたんに気が遠くなるほどびっくりしました。ああもうダメです。目の前には人間よりも肉食の鳥よりももっと恐ろしいものがつったっているではありませんか。それはセーサルです。毛の長い あの猟犬のセーサルが今自分を嗅ぎわっているのです。去年の夏、ヤンロウがまだ毛の黄色い子ガモだった頃、足の間から、セーサルが来たぞセーサルが来たぞという叫び声が聞こえるたびに、どんなに恐ろしい思いをしたことでしょう。 おそろしい歯をむきだした茶と白のぶち犬が足の間を突き進んでくるのを見ますとそれこそ命の縮まる思いをしましたそしてセーサルとむかいあったが最後もう生きてはいられないと思ったものでしたところがヤンローは運の悪いことに セサルのいる農家に落ちてしまったに違いありません。なぜってそのセサルが目の前にいるではありませんか。貴様は誰だ？とセサルはうなりました。どうしてこの家へ来たんだ？貴様の家はあの足の間にあるんじゃないのか？ やっとの思いで、ヤッローはこう答えました。僕がこの家へ来たからって、そんなに怒らないでください、セーサルさん。僕のせいじゃないんですもの。僕はたまに打たれて、けがをしたんです。そしたら、ここの家の人たちが僕をこのかごの中に入れてくれたんです。 ふふん、<laughs> それじゃあ貴様をここに入れたのは家の人なんだなそうしてみると貴様の傷を治してやろうってつもりかだが俺はな貴様なんか食っちまう方がいいと思うな何しろ貴様はもうジタバタすることはできねえんだからがとにかく ここは安全なところよ。そんなにびくびくすることはないぜ。ここは遠けるんこじゃねえからな。こう言うと、セサルは薪の燃えている炉の前に寝そべりました。ヤンローは恐ろしい危険も無事に過ぎ去ったかと思いますと、たちまちくたびれを感じて、 またもや眠り込んでしまいましたその次に目が覚めた時にはそばに穀物と水の入ったお皿が置いてありました体はまだ弱りきっていましたがそれでもおなかはすいていましたのでさっそく食べ始めました女将さんはヤンローが食べているのを見ますと そばへやってきてせなかをさすってくれましたそしてたいそうよろこんでいるようにみえましたそれからまたヤンローはねむりましたこうしてすうじつのあいだはねむってはたべねむってはたべてばかりいましたあるあさヤンローは 体の具合がだいぶよくなりましたのでカゴから出て床の上を歩いてみましたところがまだいくらも行かないうちに転んでしまってもう起き上がることができなくなりましたとそこへセーサルがやってきて大きな口を開けてヤンローをくわえましたヤンローは もちろんかみ殺されるものと覚悟しましたけれどもセイサルは何にもしないでそのまま籠の中へ連れていってくれましたこのことからヤンローはセイサルをとても信頼するようになりましたそんなわけで二度目に歩いたときにはヤンローは自分から セーサルのところへいってそのそばにすわりましたそれからというものはセーサルとヤンロウはだいのなかよしになりましたそしてヤンロウはまいにちセーサルのあしのあいだにはいってしずかにねむりましたけれどもヤンロウは このセーサルよりもおかみさんの方がもっと好きでした。今ではおかみさんをちっとも怖がらなくなりました。それどころか餌を持ってきてくれる時などはおかみさんの手に喜んで頭をこすりつけました。それからおかみさんがどこか よそへ出かけるときにはさびしがってなきましたそしてかえってくるとのガモのことばでうれしそうにおむかえをしましたヤンローはまえにいぬやにんげんをあんなにこわがっていたことをすっかりわすれてしまいましたいまではどちらも。 やさしい親切なものにおもわれて心からすきになりましたそしてはやくじょうぶになってトオケルンコにとんでいきみんなにてきとをもってたいぬやにんげんはきけんなものではないからこわがることはないとおしえてやりたいと思うのでしたこのいえのひとたちも セーサルも優しい目つきをしているので、ヤンロウはみんなが大好きでした。ところが、この家に一人だけ、どうしても目を合わすのが嫌でたまらないものがおりました。それは猫のクローリナでした。クローリナも ヤンローに対して何にも悪いことはしませんでしたがでもこの猫だけはどうしても信用する気にはなれなかったのですクローリナはヤンローがだんだん人間を好きになるのを見てしょっちゅう口げんかをしては人間がおまえさんを大事にしてくれるのは お前さんが好きだからだと思っちゃ間違いだよ」と言いましたまあ今に見ておいでお前さんがいい具合に太ってくると首を絞められちまうんだよあたしゃこれでも人間ってものをよく知っているんだからねンローは、 他の鳥と同じように優しい心の持ち主でした。ですから猫がこんなことを言うのを聞きますと本当に悲しくなってしまいました。あの女将さんが自分の首を絞めるいやそんなことは考えられません。坊ちゃんにしたってそんなことをしようとは 夢にも思えませんあのちっちゃな坊ちゃんは何時間もの間自分の籠のそばに座ってかわいい片言ことでおしゃべりをしているではありませんか。ヤンロうは自分がおかみさんと坊ちゃんを大好きなのと同じように二人の方でも自分が大好きなんだと思っていました。 あるひヤンロウとセイサルがいつもどおり炉のまえにすわっていますとクローリナがかまどのうえからヤンロウをからかいはじめました「ヤンロウさんとーけルンコのみずがほされてはたけになったらおまえさんたちのガモはらいねんはいったいどうなさるんだね?」。なんですってクローリナさん。 とやんローはさけびながらびっくりしてとびあがりました「そうそうおまえさんはセイサルさんやあたしとはちがって人間のことばがわからないんだったね」と猫はこたえましたさもなけりゃきのうこのいえにいたひとたちがはなしていたことをきいたはずだもの。 みんなはねトーケルンのみずをほしてしまうかららいねんはみずうみのそこがへやのゆかのようにかわいてしまうだろうっていってたのさだからそうなったらおまえさんたちのガモはどこへいくのかと思ってねえ。やろうはこのはなしをききますとすっかりはらをたててしまいました。 きみはクロガモみたいにひきょうものだね。とヤンローはクローリナにむかってどなりました。きみはぼくを人間ぎらいにさせたいんだろう。だけどぼくは人間がそんなことをしようとはおもわないね。だってあのトオケルンコがノガモのものだってことは人間だってしっているはずだもの。 あんなにたくさんの鳥を宿なしにして、不幸せになんかするものか。君は僕を脅かそうと思って、そんなことを言ってるんだろう。君なんか、わしのゴルゴさんに八つ咲きにされちまうといいや。そんなひげなんか、奥さんに切られちまうといいや。しかし、これだけ言っても、 まだクローリナを黙らせることはできませんでした。じゃあお前さんはあたしがうそを言っていると思ってるんだね。とクローリナは言いました。それならセイサルさんに聞いてごらんよ。セイサルさんもゆうべは家にいたんだからね。それに。 セイサルさんはけっして嘘は言わないよ。セイサルさんとヤンローはセイサルにむかって言いました。きみはクローリナなんかよりも人間のことばがずっとよくわかるね。クローリナの言っていることは嘘だね。だってもしトーケルンコをほしてはたにしてしまったら。 一体どういうことになると思う野鴨には昼むしろもエビもなくなっちまうし、小鴨には棒フラも魚の子もおたまじゃくしもみんななくなっちまうんだよ。それに足もなくなっちまうから、小鴨が飛べるようになるまで隠れていられるところもなくなっちまうんだ。そうなりゃ、 いやでものガモはあそこを立ちのいて新しいすみかをさがさなきゃならないでもトオケルンコのようないいかくれがはどこにもありゃしないねえセーサルさんクローリナはうそをついているんだねこの話の間のセーサルのようすはじつにみょうなものでした。 ついさっきまではたしかにめをさましていたのですがやんろうがセーサルのほうをむいたとたんにおおきなあくびをしてながいはなずらをまえあしのうえにのせたかと思うとたちまちぐうぐうねこんでしまったのです。ねこはずるそうなうすわらいをうかべながらセーサルをみおろしました。 せいさるさんはおまえさんにへんじをするのがいやらしいね。とねこはやんろうにいいました「せいさるさんだってほかのいぬとおなじようにもしにんげんがわるいことをやればだまっちゃいないよ」。まあとにかくあたしのいうことはほんとさ。 人間が湖を干したがるわけを今聞かしてやるよお前さんたちのガモが,もがトウケルンコを独り占めにしていた頃は人間だって湖を干そうなんて思いやしなかったのさだってお前さんたちは役に立つんだからねそれが今じゃ潜り鳥だとか 黒鴨だとか食べられもしないいろんな鳥がほとんど足を占領しちまっているそれで人間はそんな鳥のために湖をほったらかしておくことはないって考えたわけさヤローはもうクローリナには答える必要はないと思いましたがセーサルの耳元でこう言いました セーサルさん、君も知ってのとおり、トーけるんこには、今でもまだたくさんのノガモがいるんだよ。それをみんな、人間が宿なしにしてしまうなんて、そんなことはうそだね。そのとき、セサルは突然羽をきて、クローリナに踊りかかりました。猫は、 慌てて棚の上に飛び上がりました。いやいやい俺が寝たい時には、チッタ静かにしているもんだ。とセサルは雷のような声でどなりつけました。もちろん俺だって今年あの湖を干すって話のあることぐらい知ってらだが。 こんな話は今までにもたびたびあったって一度だって実行された試たしがねえんだ。それに湖を干すなんてことは俺の知ったこっちゃねえ。あの湖が干されちまったら狩りはいったいどうなるんだそんなことをいい気になってしゃべり立てやがってこの大バカ野郎。 けるんこに鳥が一羽もいなくなったらおればかりか貴様だっておもしろいことはなくなっちまうじゃねえか。